はい、どうも、うずです。ついに2021年3月、我が家もニューロ光になりました。ニューロ光です。爆速高速通信ニューロ光ニューロ光です。で、私は、今年で45に年齢がなるんですね。まあ、ね、年齢の話はね、まあどうでもいいかもしれないんですけど、20歳ぐらいの頃からインターネットって契約していて、さまざまな回線をこう渡り歩いてきたというか、まあ年数が長いからね、それなりに25年ぐらいインターネット契約してるので、まあ長いんですけど、最初に契約したのがどっちだったかな、あのソネットだった気がする。一番私最初にインターネット通信契約したのはソネットだったんですよ、確か。で、その後ビッグローブ、そしてヤフー BB、 ADSL のね、大普及したヤフー BB に契約して、その後光に通信が変わり、 OCN 光、そして最近まで利用していたソフトバンク光という形でインターネット契約をずっとやってきました。まあ今でも ADSL 回線を利用している方はいらっしゃると思うんですけれども、今の若い子たちって ADSL って言ってもん?っていう方きっと多いでしょうね。まあそんな中、まあ現在最速というか早い早いと噂のニューロ光に変更できたわけですね。まあこちらはソネットのサービスになりますので、ある意味私原点回帰というか、最初に契約した時の回線に戻ったという形になりますでしょうか。20年以上の時間を経過して、で、このニューロ光に関してはすごく興味を持っている方たくさんいらっしゃるみたいなので、私が住んでるのは栃木県の南部足利市という場所です。ここにおいて最近ちょっと回線の方が増えてきたという話がありましたので、契約させていただいたんですが、この時点で一番皆さんがおそらく興味があること、回線の速度、ここを先にお見せしときたいと思います。まあ、むしろね、結論から先に言っちゃうような感じなんですけども、はい、じゃあテストの方を開始してみます。これがですね、私の2階の部屋ですね、今現在地、ある場所での回線の速度、 Google のメッシュ Wi-Fi を使ってる速度なんですが、これちょっとね、数字の方があまり伸びないなって思っている方多いと思うんですけど、まあ、ちょっとそのままご覧ください。はい、ダウンロードの方が約 70Mbps、そしてアップロードの方は100を超えるような数字になっております。結果としてダウンロード約70、アップロードが約115という数字になりました。この計測をニューロ光に変わってすぐやった時に、あれ大して速くなってないというのも、我が家のソフトバンク光での回線のスピード、同じスピード測定のサービスを利用したら、そんなね、変化がなかったわけなんですよね、今回のニューロ光になって。じゃあ大して回線速度速くならないんだここはと思って、さすがに Google Wi-Fi、 メッシュ Wi-Fi のルーターの影響じゃないかなと思って、Windows パソコンにハブをくっつけて有線でも速度測ってみたんですね。そしたら同じスピードチェックのやり方で変化があまりなく同じような数字になりました。ああ、じゃあ元がダメならやっぱり速度速くなってないんかと思っていたら、ちょっとですね、違ったね、アプリというか、Google Mesh Wi-Fi 私利用してるってさっき言ったんですけども、Google Mesh Wi-Fi の方の、あの設定アプリで確認したら、めちゃくちゃ早かったんですよ、実際には。はい、今これスマホの方の Google Wi-Fi のアプリで、速度の方、毎日これ計測されてるので、自動で。それを確認してみると、3月15日までは、まあ、この辺の100を切るようなスピードなんですね。上りも下りも。なんですが、3月15回線工事を終えて翌日から計測した数字だと、まあ、2回今日測ったんですけれども、めちゃくちゃ速くなってるんですよ。ネットワークのその速度。まあ、平均ダウンロード量とか平均アップロード量に関しては、あの過去のね、数字の平均になっちゃうんで下がってるんですけど、そう、単日で見ると、ダウンロード量は700を超える数字、そしてアップロードの方も800を超える数字を出されていて、めちゃくちゃ速い形での速度が計測されております。まあ、なので、そのブラウザからその測るようなね、ソフトというか、計測方法だと、ちょっと数値の方が正確に測れてないみたいなんですけれども、実質、ニューロ光にしてから、回線の方はめちゃくちゃ高速になっております。で、私が使ってるメッシュ Wi-Fi、Google の Wi-Fi ルーター自体が、確かね、最高理論値が800いくつだったので、通信の。なので、その上限近くまで出せてるという状態になりますので、はい、回線はめちゃくちゃ速くなった形になります。で、ただ、その数値がね、ちょっとどっちなの本当にっていう状態だったので、試しにギガファイル便っていう、あの大容量データをやり取りするのによく使うサービスがあるんですが、あれで1ギガバイトのそこそこ大きい動画の生データをアップロードしてみたら、かなり早かったです。以前のソフトバンク光で使ってた時より。ソフトバンク光の時はね、1ギガもの写真データとか動画データを1個アップロードすると、
もうちょっと時間かかるから下行ってなんか飲み物飲んでまた戻ってこようみたいな感じだったんですけど、かなり早く、もうこの場に待ってて普通にアップロードができちゃったので、はい、すごく回線は速くなってました。実際試してみてといったところで、ニューロ光が高速回線すごく快適になったよってところから、今回のその流れに関してお話をしたいと思います。まずニューロ光が自分が住んでる場所に対応してるかどうか、これは簡単に調べられます。はい、こちらがニューロ光の公式サイトなんですけれども、ここの部分にエリア確認申し込みという項目が上の方にありますから、これを選択してあげます。で、あとは、こちらお住まいの住所の郵便番号を入れて住所検索をすると、自分が住んでる場所、まあ、住所ですね、タイプなどが選べますので、ここで自分が住んでる場所もしくはマンションなどが対応してるかどうかというのをご確認していただければと思います。すごく簡単です。で、この確認した流れの内容で、はい、ニューロ光の提供エリアかどうかっていうのがすぐに分かりますから、これが対応であればそのまま申し込みに進むことができます。で、申し込みのキャンペーンの話とか、あとはオプションで何をつけるか、電気とかガスとかが今入ってますので、必要な方はこれをお選びください。いらない方は全くここチェックする必要はございません。で、光電話は、まあ、つけといてた方がいいって方も多いんじゃないでしょうか。私は光電話一緒に申し込んでおります。で、東日本と西日本で月額基本料金が違いますから、これね、ちょっと見るとちょっとね、東日本ちょっと悲しいんですけど、まあ高いので、まあ差があるんですけど、はい、電話は例えば、まあ申し込むんだったらもうチェック入れるだけということで、こんな感じで必要なものを選択して次へ進んでいってもらえれば、受付の方は順々に完了していくという形になります。で、ニューロ光電話に関してソフトバンクのスマホを使っている方はちょっとお得っていうところがありまして、ここにあるんですけども、ソフトバンクのスマホをご利用中ならさらにお得、おうち割、要はニューロ光とのセットですね、セットでやられて永年毎月最大1,100円引き、あとはホワイトコール24、国内通話24時間無料っていうのが入ってきますので、ソフトバンク携帯電話との通話ですね、はい、というものがありますので、ソフトバンクスマホをご利用の方は特にお得になるようです。私ソフトバンクスマホなので、ここは適用される形になるはずでございます。あとはポイントさん、これちょっと微妙なんですけど、私電話番号変わっちゃったんですよね。今までの電話番号が使える。 NTT 一般加入電話をご利用中の方ならナンバーポータビリティで現在お使いの電話番号がそのまま使えますっていうのがあるんですけど、うちはちょっと案内受けた時にこれ使えませんって言われたので、まあ条件が合わなかったんですかね。 NTT の光回線だったんですけど、はい、うちは電話番号変わっちゃいました。先ほど画面のところでお話してたように、私はネットでの申し込みじゃないんですよね。実際今回営業の方が、まあ、訪問です訪問で自宅に来た時にお話聞いて、あ、ニューロ光がうちの方来てるんだったらそれ変えちゃおうかなって、もともとね、回線ちょっとどうしようかって悩んでた時期だったので、そのまま営業の方にお話を聞いて、ま、妻に確認を取って、なので営業訪問の方は2回来ていただいたんですけれども、それで契約をその場で済ませました。手書きでね、書類さーって書いて、なので一番簡単なのは自分でニューロ光の公式サイトから申し込む流れ、これで一番簡単です。自分が外行く必要もないですし、でもう一つは、まあ、タイミングですけど営業のね訪問の方が来た時に受付やっちゃうというパターン、まあお店もあって受付やってるところあるのかな、はい、いろいろとパターンはあるんですが、どれも受付申し込みに関してはすごく簡単です。全然難しいところない。で、ニューロ光に関しては通常タイプとニューロ光ホアマンションっていうタイプ、2タイプあります。私は戸建ての家に住んでますので通常のニューロ光のプランです。それで契約しました。ただ集合住宅ですね、マンションとかアパートに住んでる方がニューロ光じゃできないんかなって思う方がいらっしゃるかもしれませんけれども、そんなことないんです。まあ、ニューロ光フォアマンションっていうのは利用するのにちょっと条件があって、その3階建て以上のね建物じゃなきゃいけないっていう回数制限があったり、あと申し込まれる方が4組以上だったかな、その決まった数字の数いなきゃいけないっていう人数、そういった条件があってニューロ光フォアマンションというプランがあるんですけれども、それが万が一適用条件に入ってなかったとしても通常のニューロ光は申し込むことができます。あ、もちろん賃貸系の住宅の場合は大家さんへの確認許可が必要になってきますので、そこはご注意ください。私は通常のニューロ光のパターンで今回は流れの方を簡単にご説明していきたいと思います。そんなにね手順も多くないんですよ。まずニューロ光への申し込みを終えたら最初の工事日というのを決定する必要があります。通常プランの場合は回線に関する工事は2回あります。ただこの回線工事も全然難しいものではございません。まず1回目の工事は宅内工事と呼ばれる自宅の回線を工事する作業ですね。でもちろん家の中でね回線をいじりますから立ち会いが必要になります。はい、そうしますとこんな感じですね。左の2つはすいません、私の
メッシュ Wi-Fi ルーターとハードディスクなので、ちょっと別なんですけど、この黒い2つの端末を宅内工事やってくれる業者さんが置いてってくれます。まあ、ベースとなる通信端末と、あとはこちら、電話関係のやつですね。光電話。はい、これらを置いてってくれるので、宅内工事の方はすぐに終わりますので、1時間かかんなかったぐらいじゃないですかね。そのぐらいで全然すぐに終わってしまって、端末の方はその場でね、置いとく形になります。次の工事まで。はい、で、1回目の工事が終わった後、この後がね、ちょっと私の場合は長くて5ヶ月待たされました。実際我が家は1回目の工事を終えたのが2020年11月なんですよ。で、今回2回目の工事に来てもらったのが2021年3月ですので、めちゃくちゃ長かったです。もうちょっとはっきり言って、ニューロ光のこと忘れてました。受付したの。忘れてましたは言い過ぎかな。でもそれぐらい長い期間。放置になってました。端末ごとね。で、2回目の工事も決まって、やってもらったら、すごいあっさりしていて、2回目の工事は1回目とは真逆で、外しかやらないんですよ。外の回線を、こう、光ケーブルですよね。引っ張ってくるだけの作業なので、うちの場合は、外にある電柱のところに、その、大きい作業車が来て、それでこう、回線をいじりながら線を引っ張ってきたという形で終わりました。こちらも時間にしたら1時間もかかんなかったぐらいですね。3、40分で終了してました。で、こちらももちろん立ち会いが必要なんですけれども、まあ最初に、じゃあこれから工事始めますよってご挨拶して、あとは完了しました、じゃあさよならって言って終わっちゃうぐらいの簡単なものなので、はい、特に申し込み者が何かやる必要もないような工事でございます。1回目にしても2回目にしても。で、この2回目の工事が終わると、もうニューロ光の回線が自宅に、来れる状態になっている、入ってる状態になりますので、あとは1回目の工事の時に置いていってもらったもの、先ほどお見せした黒い端末2つをケーブルをくっつける、電源をくっつける、コンセントに挿す、それだけでもう使えるようになりますので、難しいことは基本的にはないです。まあ、ちゃんとね、スタートアップガイドみたいなものも送られてきますので、これが届いたのはもうだいぶ前だったので、特になくさないようにお気をつけください。私なんかちょっと危なかったんですけどね。自分の部屋で隅っこの方に置きっぱなしにしちゃってて、あれ？マニュアルどこやったっけって思って、ここにね、大事な情報も入ってますので、ソネットの会員の ID 番号とかパスワードが入ってますからね。はい、これらはちょっとなくさずに届いたら、期間がどれだけかかるか分かんないからね、1回目の工事から2回目の工事。大事な場所、分かりやすい場所に保管しとくといいと思います。はい、で、実際、開通の方ができたら次にやることは、今まで使ってた通信サービスを解約することですよね。で、この通信サービスの解約に関しては、ネットからの申し込みではなくて、電話をすることが基本になっております。まあ、ここに関してはね、ちょっと苦言も言いたいよね。なんでこういう通信サービスって、受付の時はネットでね、ネットで簡単に申し込めるのに、解約になると電話、つながりにくい電話、これかけなきゃいけないのかっていう。これはね、ちょっと国の指導を入れてほしいよね、ほんとね、そろそろね。長年このやり方でやってるからね、各通信事業者。自動音声で長々と今回は何の件ですかって聞いた上でやっと電話つながったオペレーターと話せると思ったら、ただいま電話が大変混み合っております、しばらく時間を置いてからかけ直しくださいませ、とか言ってブチって切れたりするんですよね、電話が。あれね、ひどいよね。分かってて増やさないからね、通信事業者は。電話回線違う、今回はそういう愚痴を言う動画ではない、ちょっと出ちゃった。はい、でその電話で解約依頼をした時にオペレーターの方から、解約される場合解除料金というのが発生しますよっていうことを説明されます。だいたい1万弱ぐらいですかね、9000いくらっていう解約料金が発生するんですけれども、まあ、ここに関しては、まあ、仕方ないっていうところと、あとはちょっとこの後説明しますけれども、キャッシュバックがありますから、その分は全然心配なく、はい結構ですって言って解約してしまって構わないです。で、そのキャッシュバックに関してはニューロ光、こちらが開通した月を1月目として考えて、5ヶ月目末日までに解約違約金証明添付シートっていうのが送られてくるそうなんですね。この用紙に必要事項をちゃんと記入して、必要な書類を添付して、そして返送する。そうするとソネットに登録したメールアドレス宛てに連絡が来るので、45日以内に専用の手続きページで受取口座を指定して終了となります、キャッシュバックの手続き。まあなのでちょっとね、まあそんな難しいことじゃないんですけど、期間が空くのでキャッシュバックを忘れないようにしなきゃいけないっていうのはちょっとお気をつけください。私もこれからね、キャッシュバック申し込みする形になるので、5ヶ月目とかかな、まあ、単純に5ヶ月目だとすると8月あたりかな。ちょっとね長いんですけど先が。
はい、これをすることによって、ニューロ光にしたキャッシュバックが受けられますので。で、キャッシュバックの金額も4万円だったりね、4万5千円だったり最大が。っていうその期間によって違うみたいなんですけども、今回私が申し込んだタイミングだと、昨年末の話ですよね。だと最大7万円のキャッシュバックがありましたので、まあ、最大で受けられるのかな、私の場合は。どうなんだろう。受けられればいいんだけどね。はい、というように、キャッシュバックがありますので、あのニューロ光が対象エリアに入ってて、ちょっと回線の方を新しく変えたいなと思ってる方がいらっしゃったら、そこも含めて考えてみてもいいかもしれません。ただもちろん回線を変えるということは、まあ、私の場合は電話番号も変わっちゃいましたし、あとは普段使ってる、その今まで使った通信サービスのメールがね、利用できなくなったりとか、なんかね、いろいろこう、不具合が出ることもありえますので、よくよく考えた上で回線を選んでいただきたいと思うんですけれども、まあ、今回の動画がネット回線、ニューロ光を気にしている方にとって、少しでも役立つ動画になったんであれば、私としては幸いでございます。で、動画の中で語っていること以外にも、いろいろ注意事項などがもちろんあると思いますので、そういったところに関しては、下にリンク貼っておきますから、そちらの方から、詳しい内容をよく確認していただいて、お決めいただければと思います。ちなみにこの動画は別に、ニューロの提供がどうのとかそういうのはありませんので、私が勝手にね、ニューロ光に変えただけの話ですので、それを共有したく動画で上げました。普段はカメラの話を中心にいろいろなガジェットを紹介している YouTube チャンネルになります。そういう話が好きな方はぜひチャンネル登録してみていただけるとありがたいです。ではまた別の動画で、バイバイ。まあでも 5G の話とか通信環境、通信速度とかそういう状況が日々でもないか、まあ年々ね、すごい変わってきてますので、それにいろいろついていくっていうのも大変だと思いますけれども、まあ、通信環境って今の時代だと非常に重要な部分を占めてますので、ついていける方とか必要な方はもうどんどん新しいサービスに移行していかれるのがいいかなとは思ってはおります。ただそんなことを言ってる私なんですけれども、我が家の家族でも、まあ、妻や中学生の娘がいますが、ソフトバンク光でそのままで別に何にも問題なかったじゃないっていうのを言われていて、はい、まあ、ここまでの拘束する意味があるっていう方も、まあ、きっと少ないのかなっていうのも実感しています。そうだよね、ずっと YouTube 活動私やってきてて、ソフトバンク光で困ったことなかったもんね、通信速度で。それ言っちゃったら今回変えた意味がなくなっちゃうな。ね。